さあ始まりましたかね。ゲストの皆様こんばんは、小田健です。今回ですね、ティックタックっていうティックタックの発音がおかしかった、はい、Steam で最近デモ版がねダウンロード開始された、こちら、やっとこうかなと思います。はい、どんな感じのゲームかっていうと、主人公はですね、学生なのかな、中学生ぐらいで、4人の、仲間たちと廃校を探索して、怪奇現象に迫るみたいな感じの、なんかちょっと好奇心旺盛なグループらしいです。はい、で、どんどんとね仲間と協力していくみたいな感じらしいんですけど、最初は単独行動で動いてるみたい。うん、面白そうだよね。はい、ではやっていきましょう。うん、なかなかクオリティ高そうですよ。あー、なるほど、カレンダーがステージ制になってんの、おしゃれ。全然思ってたのと違う。俺が思ってたのと違うな。これ何？あ、なるほど。この男の子たちがそのさっき言ってた4人の仲間みたいな感じかな。はい。なるほど。いろいろと相談し合ってこれから学校行くみたいな感じか。うん。でも何言ってるんでしょうね。私には分かりません。友達一人なんか目がおかしいとこ行ってるぞ、これ。すでに呪われちゃってんじゃん。大丈夫かな？怪奇現象もう起きてるよ、3人。気づけ。あー、これ廃校になる前はチアダンス部の人がここで殺されちゃってるのかな、かもしんないね。そっから怪奇現象が起きるから、この人たちが確かめに行くみたいな、そんな感じの流れそうですね。うん、際どいとこ押すなお前。さあそろそろ始まるんじゃないか。結構長めなムービーが流れてますね。うん、これカメラを使ってけみたいな感じかな。至る所に、学校の至る所にカメラが仕掛けられてるから、それを確認しろみたいな。でもバッテリーを回復させることが必要みたいな。復旧させんのか。はい、わかりました。なんとなく流れは。うん、長えなこれ。英文わかんねえんだって。勘で進めるにはなかなかの長さだよね。お、これで協力していくのか。いってらっしゃい。はい、始まりましたね。うん、なるほど。トランシーバーで友達と協力し合って、それぞれの持ち場につくみたいな感じなのかな。うん、じゃあ主人公は、はい、これは今じゃないと。他になんか調べられるものがあるんですかね。いろいろ見ていきましょう。うん、懐中電灯持ってた。 OK。 おっと、音が怖いな。これね、 Steam でデモ版が無料配信されてるんですが、なかなかのクオリティですね。いやー、一時はどうなるかと思った。最初のあの絵の感じで進んでいくのかと思ったもん俺。よかったね、 3D グラフィックが来て。じゃあやっていきましょう。はい、ここがその現場かな、多分。そうですね、匂いが臭いみたいな、そんな感じかな。エグジットも帰りたいな俺。とりあえず主人公俺操作してんだけどさ、主人公以外の3人俺面識ないから帰っていいかな。俺はないんだ。この主人公あるかもしんないけど、嫌でしょこんな怪奇現象起こる学校でさ、一人取り残されたら。はい、まあ、ちょっと他の方がいるんで頑張りましょうか。なんかいろいろと調べられるものがあるんだけど、取れないね。これから？うん、これさっき説明にあったもんね。あ、ぽいですね。あ、これではない。他にも、うわ、ワンちゃん？ワンちゃんいるならちょっと安心。お、なるほど、みんなの準備が整うの待ってたのかな。うん、はい、じゃあこれで、まあいいや、とりあえずいろいろといじれるのを確認していきましょう。あ、引き出しもこれ開けられるんだ。あー、だけど鍵がかかっていて開かない。こっちは開かないか。うん、一応ちょっと調べられるとこは行きましょう。開かない開かない、もしかしたら鍵とかねあるかもしれないし。うん、廃校にしてはこの水槽綺麗だよね。うん、なんかいるな。ここ廃校じゃないの、誰か管理してるね。魚いないこれ、ぽいですね。他は特にないかな。で、ちょっと見ていきましょう。これじゃない。あ、こっちも出口がある。あ、でも反応しないね。何をするんざますかこれ。動いたね。なんで汽車の音がすんの。外？外に汽車通ってんのかな。あ、てかこれちょっと雨降ってんのかね。そうだよな、雷になってるし。
Not now. これでいじれるようになったとかではない。これでパソコンいじればいいのかな。ぽいですね。あ、見れるね。こうやってカメラを監視して異常がないか友達に知らせんのかな。かもしれないですね。砂嵐のとこがあるんだよな。こことか。あ、これじゃね。こっちか。これは何？これ今自分がいるところかな。どうでしょう。なんかノイズ走ったよ今。ほら。ここは砂嵐。こっちも砂嵐。ここもか。おう。あれ？砂嵐多いね、右側。はいはい。特に異常はありませんね。いや、カメラ怖えな。こうやって確認しながら、この部屋も探索するみたいな感じかな。はい。あ、音が怖いよ。おっと、こっち側開くね。なんだこれ。ネームプレートみたいな。ネームプレートじゃないか。資料に挟んである、あれか。付箋か。ここは開かない。こっちは。あ、開くじゃん。ほら、まあ、さっきガシャガシャやったよね。開くようになってる。ここは？ここは開かない。あ、いた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 。ちょっとやらしい、なんか DVD とかあるのかなと思ったんだけど。ないですね。こっち側何もない。扉を調べられるようになったとかでもない。うん。あ、これですね。はい。あー。なるほど。何かここにつけるやつが必要なのか。そうですね。ツール。これっぽくない？やっぱり。ちょっとやってみましょうか。スラスラやで。あ、これ何回もやんだ。デッドバイデイライトみたいになってんじゃん。はい。こうやって直して。There's enough charge. 何回言うんだよ、お前。ダメでしたね。まあ、ただこれフラグ立ったんじゃないか。ねえ、これね、主人公走れるんだけど、かなり揺れが激しくなっちゃうんで、基本的に歩きましょう。怖いね。It's not time yet. はい。お、来た。Did you check the video control system? うん。あ、なるほど。これでまた、監視カメラをチェックするってこと？うん。ぽいですね。うわっ！え、怖い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 ！ What the fuck? これは怖い！チアリーダーのあのお化けだね。さっきの新聞記事に載ってた子だよね。え、怖ぁ、これ。あ、動いてる。It moves. 動いちゃって。どこ行ってんだろうね。これ自分のとこに向かってってんのかな？友達かな？友達んとこか、自分のとこに今向かってるんでしょうね、多分。うわぁ、どんどん移動してる。What the hell is this? これ彼女が消えるまで見てないといけないのかな？なんかちょっと内股なのが可愛いよね。ボンボン持って内股だから。あ、消えちゃった。こっちは砂嵐。ここはない。あー、いた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 。ちょっと一番見にくいね。これ自分の近くに来てるみたいな感じかな。かもしんないね。ただ体勢が可愛いんだよな。すごい内股で。カメラをずっと凝視してるんですかね。あ、また消えちゃった。こっち、うわっ！ Under the door, Jerry. え？ジェリーの部屋か、あそこ。え？これ見てて大丈夫？これ離れて、一応自分のところも確認するよ。開いてないよね。開いてない。うん、大丈夫。ジェリー！ジェリー大丈夫か、お前！消えちゃったぞ。ああ、現れた。引っ込み思案ですね。え、これずっと見てていいのかな？急にドンとか来んなよ。あ、いなくなったね。ああ、また現れた。え？なんだろうね。ただカメラに友達が映ってないんだよね。これ最初から主人公一人説ない。大丈夫？うん。あ、閉めたね。一応自分のとこも安全確保しろみたいな感じか。扉開いてるとこじゃなかったからね。何コンコンって。来ちゃった。あ、これ違う。え、どっち側からこれコンコンされてんの？ここ？うわっ、待って、怪奇現象がすげえことになってる。
ビリビリなってるよ。 It's not time yet. はい。うわっ！急に来んなよ！カメラもう一回チェックしようかなと思ったのに。主人公の断末魔を途中でカットすんな。はぁっつって終わったね。あーの途中で切ってあげるなよ。あー怖かった。はい、ということでこちらのホラーゲーム実況プレイしました。結構短めになっちゃいましたね。はい、これはデモ版なんで必ず死んじゃうエンドなのかもしれないね。ということで主人公はチアリーダーによって消え去りましたが、他の方はどうなったんでしょうね。そして私ですね、こういう新作のホラーゲームとかばっかげ、珍しいゲームいろいろやってるんで、ぜひチャンネル登録もお願いします。それではここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。